ティアクラスの決勝ヒートです。ボールシッターはゼッケン21ティグレ新川健信、フロントローセカンドグリッドからスタートはゼッケン30番エクスプレス新村瑞希、3番グリッド天野正也、4番グリッド村上良生、そして5番グリッド桜井総一郎、6番グリッド野呂武史、7番グリッド村西以降、湯浅前半林田中パクユンピン、まだまだ続いていきます。スタートを今切られました。さあまずは新川素晴らしいスタートを決めていった1コーナー、そして2番手にはゼッケン30番新村瑞希がうまくついていきました。さあそして3番手ゼッケン18番桜井でしょうか、並んでいった3コーナー、どうだ入れるか、桜井が2番手に上がった3コーナー、そして中盤から後半も2コーナーのあたりで大きなトラブルもないように見えました。隊列は S 字から、そして下り25R まで続いていきます。そして1台ちょっと遅れているのが3コーナーを走行するマシンであります。現在トップはゼッケン21新川健信、4年連続の全国大会出場の中で今回が4回目。さあそしてこれは5番手争いという形になります。いや6番手争いですね。サイドバイサイド最終コーナー、ゼッケン19番、野呂がなんとか守っている。現在6番手、そしてトップがゼッケン21新川健信、2番手争いが桜井と新村、さあ桜井とゼッケン30番の新村であります。トップがゼッケン21新川、かなり大きなリードを早めからまたまたこの決勝ヒートでも作っていこうかという新川健信のこの走り。2番手争いは接近戦を演じますゼッケン18番の桜井総一郎と3番手ゼッケン30番の新村瑞希。さあ下り 25R、 そしてそこから少し距離はありますが4番手争いという形でバトルをしますのがゼッケン11の天野とゼッケン7番の村上であります。そこからまた距離を上げて単独6番手走行という形がゼッケン19番の野呂であります。野呂武史、そしてまたまたその後ろ7番手8番手現在ゼッケン2番の前半林、こちらが7番手その後ろから高血入れ数が続いていきます。1コーナー2番手争いの桜井と新村がつながって1コーナーから2コーナー入っていくところ、そして前半林の後ろ高血なんですが、そのさらに後ろにはゼッケン1番の確認金が来ています。海外招待選手のうちの1人、 S 字から、そして下り 25R 新川健信のこの速さはすごい速さを持ちます。そして2番手争いが下り 25R 変わった、新村が前に出ました。そしてヘアピンでも変わるか、サイドバイサイド、ここはなんとか桜井が抑えたように見えました。そして桜井がなんとか3番手抑えます。そして2番手にはゼッケン30番新村が上がったところ、最終コーナーから立ち上がってくるトップのゼッケン21新川健信はやはり56秒866、たった1人のこの56秒台というタイムを出しながらゴーイングマイウェイ、どんどんリードを築いていきます。そして2番手新村、3番手桜井、4番手天野までが集団で形成しようかというところ、バックストレートから3コーナーに入っていきます。3番手争いが激しい。さあトップは新川、そして2番手がゼッケン30番の新村、この新村の後ろ3番手争いの3台が最も接近している3台と言っていいでしょう。ヘアピンをクリアをいたします。現在3番手がゼッケン18番の桜井、4番手ゼッケン11番の天野、5番手がゼッケン7番の村上であります。さあこの3台がまだまだ前につながっていく。さあどうだ、動くかゼッケン11、天野が入った最終コーナー。さあしかし立ち上がり勝負、どっちが前だ、うまく立ち上がってくるのはゼッケン18番の桜井総一郎だ。しかし1コーナーまでにスピードを伸ばして、どうだポジション争い、サイドバイサイド、天野が前に出ていきました1コーナー。さあトップ新川健信、さあ2番手争いが激しい団子状態で3コーナー。さあこれ2番手が新村ですよね、3番手争いで団子状態、3コーナーに入っていきました。桜井と天野、そして村上なんですが、天野の前に村上が立っているところです。左に 15R からヘアピン、トップの進化は
ゼッケン21の新川とゼッケン30番2番手の新村にとりましては単独走行になりつつあります。そして面白いのは3番手以降のバトル、桜井そして村上天野のこの3台最終コーナー立ち上がってくる。ゼッケン18桜井が現在3番手、その後ろ白いカートゼッケン7番の村上亮生、そのまたすぐ後ろゼッケン11番の天野正也とつながっていきます。この辺りが3番手4番手5番手、そこから少し距離を空けまして6番手には野呂、そしてその後ろアーッと3コーナーではまだまだ激しいポジション争い、3番手争いです。この3番手争いまだ桜井村上天野という順で変わりはありません。 S 字から下り 25R のイン側、そしてお釣りが来てしまうかワイドに膨らまない、なんとか持ちこたえる。さあ天野が前に出ました。現在天野が4番手、新川健信は最終コーナー単独走行になります。そしてこちらも単独走行、ゼッケン30番2番手の新村瑞希が2番手単独走行。さあ3番手4番手5番手の後ろ6番手のゼッケン19番野呂武史もちょっとペースが上がってきた。前の3番手争いをする3台に吸い付いていこうかというような感覚が縮まってきた感があります。さあ3番手は桜井、4番手天野、5番手村上、3コーナーをその順でクリアをしていきます。 S 字から下り 25R 悠々と単独走行、新川健司、さすがにこの土曜日日曜日のスケジュールが始まる前、もう木曜日からですね一番早いそんなタイムをマークをしておりました。もちろん木曜日は全車をタイムを取ったわけではないんですけれども、やはりライバル同士タイムを確認をしながらですね、まあ、中には本当に話し合って君何秒ぐらいできたのなんていう話をするライバル同士もあるんですけれども、その中でいいタイムを出しておりました。金曜日から素晴らしい速さを見せておりました新川健信が現在は独走。そして面白いのは3番手争い、桜井ゼッケン18番の桜井総一郎と4番手を走行するゼッケン11番の天野正也、5番手の村上亮生でありますが、さあこの2人どうだ、3番手争い3コーナーサイドバイサイド桜井が守ります。桜井が再三後ろから天野ですとか村上に攻め立てられますが、守っているその牙城は揺るぎないところ。下り 25R 桜井総一郎守っていきます。そこからヘアピンに入っていく、ヘアピンを立ち上がりまして四軽に入っていく3番手争いの桜井天野、そして新村の後ろにちょっと迫ってきました桜井と天野であります。さあこのホームストレートを通過8ラップを消化、ティアクラス12ラップで争われますこの決勝、残りは4ラップという数字になってきました。カウントダウンが始まってきました。さて3番手争いの集団から2番手争いの集団になってきた、新村と桜井、天野、村上のこの4台ワンパック出来上がりました。 S 字をクリア、下り 25R 勢いがあるのは桜井総一郎のようにも見えます。その後ろ天野のようにも見えます。抑えきれるか2番手走行中の新村瑞希、ヘアピンをクリアをしていく。次に迎えるのは試験、左右とリズミカルにロスなくクリアをしていって、迎えるは最終コーナー、どうだ、若干ラインを外すそんな選手もいますが、オーバーテイクの素振りは見せません。ホームストレートに帰ってまいりました。9ラップを消化、残りは3ラップ。さあ1コーナーどうだ、なんとか持ちこたえたように見えました新村。そして1コーナーから2コーナー、さあ新村と桜井、天野、村上、どうだどうだどうだ、団子状態で3コーナー入っていく。3コーナー新村が守っている。そしてサイドバイサイドの3番手争いはどっちが前だ、天野か桜井か、ゼッケン中桜井が守る、桜井が守る。そして下り 25R どうだ、天野が並んでいく、しかしアウト側から桜井が守ったか、そしてその後ろ村上がやってきた、あーっと、そしてアウト側にタイヤをはみ出しました。5番手までドロップダウンをしてしまいました。試験をクリア、ゼッケン11番天野であります。
そしてトップのゼッケン21、新川健信は10ランクを消化。残り2ランクになってきました。先ほどの激しいバトルの中で2番手争い、それぞれ間隔が若干広がりました。そして面白いのが今ホームストレートを通過をしていきます。ゼッケン8番の服部選手を先頭とするこの3台、服部選手は現在10番手を走行しております。服部、そしてゼッケン5番の田中、ゼッケン13番の村西、この辺りのバトルもまだ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 続いていきそうです。そしてトップ争い、トップは決して争ってはいないんですけれども、単独走行ゼッケン21、新川健信、バトルなんて何のその、全く他を寄せつけない、そんな走りを見せつけますゼッケン21、新川健信。そして2番手、3番手、4番手は若干間隔が空いた状態で、今トップのゼッケン21、新川健信がファイナルラップに入っていきます。2番手はゼッケン30番、新村瑞稀。さあそしてホームストレート、これは5番手争いという形になるか。1コーナー、天野と安藤ですか。安藤が上がってまいりました、ゼッケン10番。安藤優、なんと18番グリッドから上がってきたゼッケン10番の安藤優。地獄を見た安藤が這い上がって這い上がってファイナルラップ、ここまで6番手まで上がってまいりました。最後の最後、うまくバトルを決めることができるかどうか。さあトップの新川健信、ティアクラス全国制覇まで残りコーナー2つ、もう間違いないでしょう。ティアクラスの第38回トヨタ SL カートミーティング全国大会、覇者はゼッケン21、新川健信、今万歳ナンバーワン。そして2位でチェックアウトしていくのはゼッケン30番、新村瑞稀。そしてサイドバイサイド、ゼッケン14番とゼッケン19番、高潔秀和と野呂武史、最後の最後、ほとんど横一線、8番手9番手のバトルが見られました。見事トップでチェッカー、ティアクラス全国を制しましたのはゼッケン21、新川健信選手、さすがの走り。そして思い返せば今朝まだ早い時間帯、選手宣誓を代表として行った新川健信がティアクラスの覇者となりました。